デビューザボッチ開封動画編、今回はシチズンウィッグの新作、こちらのピンクのリボンが女の子っぽいボックス、パカーン。時計はこんな感じです。どうですか？はい、ボックスから取り出してみました。レディースの中でも文字盤が小さめで、ベルトも細い方です。ウィッカはイメージキャラクターが有村架純さんなんですが、これは広告で着用されているモデルと同じです。それからこのモデルは香水瓶やお花がイメージされているということで、どこにそのデザインポイントがあるのか見ていきたいと思います。まずケースを見てみますと、端のカットがただのカーブではなくてカクカクっとカットされています。このカットはあまり見ないデザインだと思います。香水瓶っぽいポイントではないでしょうか。また文字盤は中央にインデックスになぞるようにふんわりとしたレースのパターンが描かれています。あとは横から見たら分かりやすいんですが、ぷっくりとしたゴールドのリューズ、先がチュンとなっててお花のつぼみっぽいデザインです。あとは細かい特徴で言いますと、インデックスが緩いフォントだったり、地震分身がキュッとした直線ではなくてふわっと丸みがあったり、くじ位置にはダイヤモンドがワンポイントで光っていて優しい雰囲気です。ではつけてみたいと思います。はい、つけてみました。サイズは縦が約 32mm、 横が 26mm、 厚さが 8mm、 重さが約 42g です。収まりがいいので一日中つけててもしんどくなさそうです。機能面で言うと電波ソーラーで時刻調整がいらないし、ベルト調整器具がついているのでプレゼントにもいいですね。一年中どんな服装にでも合うと思うんですけど、これからの季節、春だとトレンチコートとかパステルカラーの春ニットと合わせると可愛いかもしれないです。さて、ご紹介させていただいたモデルは右側のホワイトフローラルの香りをイメージしたモデルなのですが、色違いで左側のラベンダーの香りをイメージしたモデルもあります。2つ並べると色の違いが分かりますね。こちらはブルーがかった優しい色味です。こんな感じです。こちらの品番はKS1-511-91、 販売価格は 25,410 円です。ご紹介させていただいた2つのモデルの詳細は概要欄に URL を記載しておりますので、そちらをご確認ください。ぜひタナプレでお買い求めください。ありがとうございました。チャラー。